見て、スカウトだ。バスターもいるよ。鬼ごっこをしてるみたい。バスター何かを見つけたよ。わあ、迷路だ。スカウトが中に入ってる。さあバスター、スカウトを見つけて。スカウトはどっちに行ったんだろう。いた。二人は迷路の中をぐるぐる回る。バスター、次はどっちに行く？こっち。あ、見て、黄色いお花。綺麗だね。何度か曲がって、次はどっち？こっち。ちょっと待って、またあのお花だ。バスターは一周したんだね。来た道を戻ったら出口に着くかな。スカウトだ。スカウトも迷ってるみたい。わあ、バスターとスカウトはばったり会ったよ。よかったね。でも出口を見つけなきゃ。スカウトはバスターの上でバランスをとってるよ。出口が見えるかな。見つけた。さすがスカウト。二人は出口まで走る。でもどっちだろう。あらら、まだ迷ってるね。見て、タイヤの跡。これを出口までたどればいいね。よく思いついたね、バスター。またあのお花だ。あとちょっとで。やった、出口だ。チームワークのおかげ。見て、スポーツカーのリタ、迷路の中へ走っていったよ。きっとバスターとスカウトが一緒に出口を見つけてあげることになりそうだね。とても風が強い日の農場。見て、テリーはバスターに何か見せたいものがあるみたい。やあ、熱気球のモンティだ。テリーの昔からの友達なんだ。挨拶して、バスター。風船のように空中に浮かぶのはとても楽しいに違いない。でも風が出てきたよ。モンティが飛ばされてしまわないといいけど。そんな、ロープが切れてモンティが風に飛ばされてる。急いでバスター、モンティを追いかけないとどこに行っちゃうかわからないよ。モンティはとても高いところにいる。どうやって下ろしてあげる？見て、ロープだ。バスターは何を思いついたんだろう。みんな急いで、先回りしないと。バスターは何をするんだろう。そっか、投げ縄。ロープで捕まえて、カウボーイ。あ、惜しい。でもモンティはまだ流されていくよ。モンティを救う方法はあるはず。バスター、何があったの？アイスクリームトラックのイギーだ。たくさんの風船をつけてるね。バスターの考えはきっと、見て、バスターは風船を全部自分につけて空へ飛んでくよ。その調子バスター、君ならできるはず。モンティを捕まえるんだ。あとちょっと。あとちょっと、あとちょっと、捕まえた。よくできたね、バスター。危機を乗り越えたね。モンティはとても感謝してる。モンティ、今度はしっかりとつながれてる。あの風船のように飛んでいくことはないね。よくやったね、バスター。わあ、バスターはロケットになって宇宙へ行くよ。5 4 3 2 1、発射。バスターは飛んでいく。着いたよ、バスター。もう宇宙だよ。なんて素敵なところ。バスターは宇宙の探検に出かけるみたい。あれを見て、赤い惑星だ。近くに行って見てみよう。やあ、宇宙の小さな友達。
エイリアンはバスを見たことがないはず。今度はどこに行くの、バスター？わあ、黄色い惑星。大きな輪っかがとても綺麗だね。あれを見て。バスターは輪っかをドライブするよ。どれだけ速く走れるかな。うわあ、とても楽しいね。バスター、今度は何を見たの？紫色の惑星だ。なんて大きいんだろう。うわあ、バスターは惑星の周りをぐるぐる回るよ。紫、黄色、赤い惑星。でも待って、しまった、青い惑星だ。バスターはすごいスピードで飛んでる。衝突しちゃう。ああ、よかった。ただの夢だった。バスター、君は無事だよ。見て、スカウトが望遠鏡で夜空を見てる。覗いてみて、バスター。紫、黄色、赤い惑星が見える。あ、宇宙の小さな友達だ。バスターとスカウトだ。泥で遊んでとても楽しそう。でも、しまった。かわいそうにスカウト、気分が悪いみたい。大丈夫。また明日一緒に遊べるよ。バスターはお家でお菓子を食べる。でも、あらら、リンゴを食べる前にタイヤの泥を落とさなかったね。あまり綺麗じゃないね。泥の跡がそこら中にいっぱい。次の日の朝、ママがバスターを起こしにやってくる。でもそんな。バスターは気分が悪そう。かわいそうなバスター。あらまあ、熱があるよ。今日はお家で休まなきゃ。お薬を飲むよ。バスターは薬が好きじゃないけど、ママはそれで良くなることを知ってるね。大丈夫でしょ。バスター、あとはゆっくり休むだけ。次の日の朝、バスターは随分元気になった。スカウトも元気になったよ。また二人は外で遊べる。でも待って、ママがもう病気にならないよう手洗いをするように言ってるよ。よくできました。ママに考えがあるよ。病気にならないようマスクをつけよう。よかったね。これでバスターとスカウトは無事に外で遊べる。また元気になって二人はとても喜んでる。バスのバスター、遊びに来たよ。赤いペンキに気をつけて、バスター。バスター、ペンキの上を走っちゃった。見て、バスター、自分のタイヤで赤い線を描いちゃったよ。バスター、何か思いついたみたい。上手上手、円を描いたんだね。円は丸くてバスターのタイヤと同じ形だね。今度は円に色をつけたね、バスター。赤い円だ。あ、スカウト、一緒に遊ぼう。形について学んでるんだ。スカウトは何の形を描いてるんだろう。正方形だ。青い正方形。正方形には同じ長さが4辺あるよ。やあ、ディガー。バスターとスカウトと一緒に形を描きたくてディガーが来たよ。ディガーは何の形を描くんだろう。ディガーはバスターやスカウトより時間がかかってるね。大丈夫、ディガーはもうすぐ終わるから。三角だ。三角には3辺あるよ。黄色い三角。ディガーがこの形を描くのに時間がかかったせいで、バスターとスカウトは居眠りしちゃった。二人とも起きて。他にどんな形があるかな。緑の長方形。上手だね、バスター。黄色の星。とても綺麗だね、スカウト。そして可愛いピンクのハート。ディガーはダイヤモンドを描いてるよ。わあ、いろんな色が流れていくのを見て。綺麗な虹色のダイヤモンド。
いろんな色のいろんな形、形を学ぶこととっても楽しかったね。今日学んだのは正方形、円、三角、星、ハート、長方形、ダイヤモンド。みんなよく頑張ったね。バスターとおじいちゃんはクリスマスのウィンターワンダーランドに来たよ。素敵なお店見て。うわあ、バスターはあのテディベアが欲しくてたまらない。おじいちゃんにプレイしていいか聞いてるよ。缶を倒すのに3回チャンスがもらえる。おっと、当たらなかったね。ああ、もう3回使い切っちゃった。バスターはもう一度プレイしてる。そんな、また当たらなかった。バスターは悲しそう。でもおじいちゃんがバスターにうまく投げるコツを教えてくれる。狙ったものを倒す鍵は時間をかけること。まず大きく長い深呼吸。狙いを定めてかがんで投げろ。うわ、おじいちゃん缶を倒したね。今度はバスターの番。大きく長い深呼吸。狙ってかがんで投げろ。やったー、ナイスショットバスター。さあテディベアを取りに行こう。あらら、バスター焦りすぎちゃった。大きく長い深呼吸をするよ。狙ってかがんで投げろ。やったバスター成功。よくできたね。はい、景品をどうぞ。バスターはとても誇らしげ。バスター、お家の外で泥水で跳ねて遊んでる。見て、おじいちゃんバスだ。おっと、二人とも泥だらけ。でもおじいちゃんに考えがあるよ。バスターをどこに連れて行くんだろうね。洗車だ。綺麗になるためだね。やった。あれ、もう洗剤がないみたい。あ、あった。おじいちゃんが洗剤を少し入れて、バスターが洗車をスタート。いってらっしゃいバスター。あれれ、おじいちゃんバスたくさん洗剤を入れたね。バスターが泡だらけ。いたずらだね、さすがおじいちゃん。次はおじいちゃんの番。バスターに考えがあるみたい。仕返しだね。おじいちゃん泡だらけ。おかしいね。あ、トラクターのテリーが洗車をしにやってきたよ。うわ、入れすぎはダメだよバスター。泡が溢れ出してる。あらら、泡に埋もれちゃったよ。オーティスはよく思ってないね。さあ、きれいにしよう。やれやれ、なんて一日。バスターは親友のスカウトと遊ぶのがとても楽しみ。今日は何して遊ぶのかな。あ、おじいちゃんがラジコンを持ってるよ。まずはバスターが操作する。ブルンブルン、よく走るね。今度はスカウトが試したい。
でもバスターはずっと操作してたい。あらまあ、スカウトがそれはずるいって。スカウトもやってみたい。あらまあ、二人はリモコンを取り合いしてる。二人とも車を操作したい。そんな、車はぶつかって壊れちゃったよ。もう遊ぶことができなくなっちゃった。バスターとスカウトはお互いに対して怒ってる。もう一緒に遊ばないって。友達と喧嘩するのって悲しいね。でも待って、おじいちゃんに考えがあるみたい。リモコンをスカウトに、車をバスターに渡してる。二人は協力して修理するよ。よかった、仲直りしたね。友達はいつでも許し合う。やったね。これで二人とも操作できるね。バスターとアッシュはビーチで一日を過ごすよ。ママバスとママ消防車はバーベキューの準備をしてる。バスターとアッシュは大きな砂のお城を作ってる。わあ、波が打ち寄せてくる。急いで、砂のお城が崩されちゃうかも。アッシュがどうにかしようとする。砂の壁を作ってお城を守るんだね。いい考えだね、アッシュ。見て、アイスクリームトラックのイギーだ。やったそんな、アッシュの壁は波を止めることはできなかったね。お城が崩れちゃった。バスターはとても悲しがってる。でもアッシュにまだ考えがあるよ。バスターはとても落ち込んで手伝うことができない。アイスクリームを食べたら元気になるかも。何味がいいかな。わあ、とっても大きなアイスクリーム。おっと、動かないで。アッシュはまだ砂のお城を作り直してる。バスター、アッシュにもアイスクリームを持って行ってあげるといいね。でもバスター、アッシュの壁でお城が守られなかったからアッシュに怒ってる。バスターは自分だけでアイスを食べてるよ。わあ、アッシュは砂のお城をとても綺麗に作り直したよ。バスターはアッシュにアイスクリームを持ってこなかったことを申し訳なく思ってる。だから自分のをアッシュに分けてあげるよ。気をつけて、落とさないようにね。イギーは二人にアイスのコーンを一つあげる。これで二人一緒に食べられるね。うん、おいしい。バスのバスターだ。見て、かわいい小さなイースターバニーを見つけたよ。わあ、バスターがバニーバスに変身した。バニーダンスを踊ってくれるよ。ぴょんぴょんぴょん。次に尻尾をフリフリ、上手。次にウサギみたいに高く高くジャンプ。それからお花をフリフリ。できたね。とても楽しかったね。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。とても上手。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。ぐるり回ってお花を振るよ。やったー。やあ、車のスカウト、バニーダンスを覚えたいんだね。準備はいい？ぴょんぴょんぴょん。尻尾をフリフリ、そうそう。そして高く飛ぶよ、思いっきり。お花を振って、そうそう。スカウトはもう覚えたね。じゃあこれを見て、左にフリフリ、右にフリフリ、何度もフリフリ。ね、面白いね。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん、その調子。
ふりふりふり、ぴょんぴょんぴょん。あれれ、全部バスターの夢だった。でもいいや、楽しいダンスができるようになったもんね。今日の公演は風が強い。バスターとパパバスが遊びにやってきたよ。パパはバスターにとっておきのものがあるって。なんだろうね。見て、カイトだ。バスターは飛ばす準備万端。パパバスがカイトを空へ上げるよ。うわー、あんなに高く飛んでる。さすがバスター。見て、熱気球のモンティだ。そんな、強い風が吹いてカイトが飛ばされちゃった。モンティに引っかかってるけど、モンティは気がついてないね。大丈夫バスター、パパに考えがある。おっと、気をつけてパパ。うわー、ナイスヘディング。さすがバスター。バンディットとアッシュは2人がどこかに行っちゃって不思議そう。バスターはモンティの注意を引こうとしてるけど、前を見てない。気をつけて。あらまあ、バスター泥の水たまりに突っ込んだね。泥にはまっちゃった。パパがバスターを引っ張り出す。いいチームワーク。そんな、道路が木で塞がれてる。でも大丈夫。パパバスは木を飛び越えるよ。そしてバスターは木の下を滑り抜ける。うわー、かっこよかったね。急いで、モンティーだ。パパに何か考えがあるみたい。二人は大きな泥の水たまりを走り抜けてるよ。何してるんだろうね。二人が泥にカイトの絵を描いて、モンティはやっとカイトが自分に引っかかってることに気がついたよ。あらら。バスターはカイトを取り戻したよ。ありがとうモンティ。しっかり握ってバスター。うん、また飛ばされるところだ。やあバスター、何を持っているの？アイスクリーム。とても美味しそうだね。おや、どうしたのバスター？歯がグラグラしてる。これは良くないね。甘いお菓子の食べ過ぎかもね、バスター。あらまあ、とても痛そう。かわいそうなバスター。いい考えだね、ロビン。バスターは歯医者さんに行って、抜けそうな歯を見てもらうといいね。大丈夫、バスター。そんなに怖くないよ。美味しそうなロリポップ。でも抜けそうな歯には良くないと思うよ。うわー、今のは痛そうだったね。リンゴはどうバスター？それほど甘くないよ。あ？バスターはもう何を食べるのも怖いみたい。おやまあ、歯はまだ痛いね。かわいそうなバスター。何かしないとね。そうそう、ロビン、助けを呼んできて。誰か来たよ。救急車のアンバーだ。彼女ならどうしたらいいか知ってるはず。怖がらないでバスター。アンバーが助けに来たよ。勇気を出して、口を大きく開けて。さあバスター、大きな口を開けて、アンバーに歯を見せて。どれどれ。とても痛そうだねバスター。最初の乳歯が抜けかかってるみたい。大人の歯に生え変わるから心配しないで。ここはアンバーに任せよう。歯ブラシ、歯磨き粉をチューブから絞って、右へ左へ歯を磨こう。上手だねバスター。ピカピカになったね。そしてお口をすすいで。歯を磨くことはとても大切。よくやったねバスター。アイスパックで痛みが和らぐよ。ほらね、そんなに怖くなかったでしょ。ありがとうアンバー。わー、見てバスター、グラグラしてた歯が抜けてる。これでもう大丈夫。新しい歯にすぐ生え変わるよ。よくやったねバスター。とっても勇気があった。見て、バスター、今日は学校に早く着いたよ。スカウトとディグリーだ。おっと、バスターはオイルで滑っちゃった。あらまあ、黒板が壊れちゃったね。スカウトも滑ったよ。ふう、そんな、時計も壊れたよ。なんてこった。先生が来たよ。
みんな急いで片付けないと。でも黒板はスカウトには重すぎるし、ディグリーは文字を拾えない。バスターは時計を直そうとするけど、バラバラになってる。バスターに考えがあるみたい。仕事を取り替えっこしよう。スカウトが文字を拾って、ディグリーとバスターで黒板を持ち上げよう。スカウトは ABC がわかる。文字を元通りにできるね。次は時計。ディグリーが直せるね。機械の修理大好きだもんね。ほら、できた。間に合ったね。先生が来たよ。全部元通り。この文字以外は。時間も間違ってるよ。そして数字1、2、3、4、これで完璧。バスター、起きて。雪の結晶だよ。ということは雪が降ってる。わあ、本当に雪が降ってる。待って、でもクリスマスツリーがないよ。それじゃあダメだね。見て、コマドリさんだ。なんて言ってるんだろう。バスターについてきてほしいみたい。ああ、クリスマスツリー探しを手伝ってくれるみたい。ここの木は違うね。わあ、とっても素敵なツリーだ。バスターもそう思うみたい。大きな木だね、バスター。気をつけてね、バスター。おっと、揺れてる、揺れてるよ。バスター、あともうちょっと。わあ、これで OK。 バスターがガレージに持ってくよ。でも入るかな。とっても大きいよ。曲がるときは気をつけて、バスター。ああ、後ろを見て、バスター。木が落ちちゃった。後ろを見て。早く早く早く戻って、バスター。ああ、木が転がってくよ。早く追いついて、バスター。今度はライトの中を転がってく。バスター、早く。バスターは追いつくかな。見て、飛んでくよ。よかったね、バスター。これで安心だ。とっても素敵だね。見て、ペリーとスカウトだ。バスターと一緒にお祝いをしに来たんだね。よく頑張ったね、バスター。ハッピーホリデー。ババスとバスターは丘をドライブする。見て、鹿の赤ちゃん。何から逃げてるんだろう。列車のトラクソンだ。でも何か変だよ。トラクソンは止まれないみたい。急いで。バスターとパパバスは助けに行く。そんな、トラクソンは加速してる。パパバスはパトカーのオーティスを呼ぶ。緊急事態。わあ、線路に枝が落ちてる。パパバスが飛び込んで枝を払う。やったね、さすがパパバス。これから先、線路が分かれてるね。パパバスとバスターはレバーを引いて方向を変えようとしてる。そんな、テリーが線路を渡ろうとしてる。早くレバーを引いて。危なかったね。トラクソンがぐるぐる回ってる。目が回っちゃったね。危ない、ぶつかっちゃう。ふう、危機一髪だね、パパバス。バスターに考えがあるみたい。トラクソンを丘に向けて走らせよう。
丘を登ることで速度が落ちてるよ。止まった、やった、さすがバスター。そこにちょうどオーティスが到着。緊急事態って一体遅かったか。わあバスター、あの赤い風船を見て、捕まえてみたら惜しかったねバスター。でも遠ざかってるよ。ああバスターは悲しそう。あ、ねえコマドリさん、君ならあの風船を捕まえられるかも。捕まえたよ。ありがとうロビン、素敵な風船だねバスター。あ、見てもう一つ風船があるよ。これは緑色だね。急いでロビン捕まえて。はいどうぞ。風船が2つになったねバスター。わあ、あのカラフルな風船を見て。何をするかは分かってるよねロビン。バスター、風船と一緒に空中に浮かんでる。ロビンはバスターを見失ったよ。バスターはあそこだよロビン、飛んでる。大丈夫だよバスター、怖がらないで。ここからの眺めを見て。テリーはクラクションの音がどこから来てるか分かってないよ。上を見てテリー、鳥かな、飛行機かな。違うよ、バスのバスターだよ。珍しい光景でしょ。ねえバスター、もうとても高いところまで飛んでるよ。地上のテリーはとても小さく見えるね。バスターは怖くなってきたみたい。宇宙まで飛んでいかないようにねバスター。ロビン助けてあげなきゃ。いい考えだね、風船を割ればバスターはきっと降りてくるね。どうしよう、バスターがものすごいスピードで降りてきてる。大丈夫バスター、地上はもうすぐ。あと何個か割ればいいはずだよロビン。よーし着陸。地上に戻ってきたバスター、嬉しそう。バスター、飛ぶことはロビンの仕事みたいだね。あれ、ロビンはどこに行ってるんだろう。また風船。今日のバスターはもう風船にはゴリゴリみたい。バイバイバスター、バイバイロビン。学校は終わり。スカウトがお世話をしてきた学校のお花を返すよ。次にお家に持って帰って世話をするのは誰？やったね、バスターの番。バスターはお花を大事にしようととてもゆっくり走るよ。スカウトとアッシュ、またね。わあ、気をつけてバスター、危なかったね。バスターはお花の世話をするのがとても嬉しくて絵まで描いたよ。夕食にもお花を持ってきた。お花は人参を食べないと思うけどバスター、強く育つためにはお花は水がいるんだよ。でももう寝る時間。おやすみお花。次の日の朝、バスターは学校へ行くのがとても楽しみ。でも気をつけてバスター、お花を落とさないようにね。そんな、お花がめちゃくちゃになっちゃった。何してるのバスター。バスターは怒られると思ってお花を隠してる。バスター病気のふりをしてる。でも熱はない。でもママは分かった。バスターは潰れたお花を持って学校に行きたくない、みんなをがっかりさせると思ってるんだね。でもママにいい考えがある。新しい鉢に入れてあげよう。ほらね、前よりももっと素敵。完璧だね。バスターは無事にお花を教室へ返す。新しい鉢植えにみんなとても喜んでる。よくできたねバスター。今度お世話をするのはアッシュの番。やった、バスター、ハッピーホリデー。あれれ、なんかバスター楽しそうじゃないね。様子を見に行ってみよう。バスターは退屈そうだね。やることがなくなったのかな。あ、みんな聞こえた。そう、バスターの友達のコマドリさんだよ。でもどこだろう、みんなわかる。大きなため息だねバスター。あ、見て、いたよ。しかもバスターの飾りを持ってるよ。バスターについてきてほしいみたい。バスター行ってきなよ。ん、
マフラーを持って帰ってきたよ。いいアイデアだね、バスター。二人で雪だるまを作って。タイヤで雪をかき集めてるよ。賢いね、バスター。すごい、もうできてきたよ。それから頭も。コマドリさん、ありがとう。雪だるまにはマフラーがないとね。その炭たちは？そっか。コマドリさんが他に何か探しに行ったよ。あ、花の人参だ。素敵な雪だるまだね。でも、何か足りないね。わあ、すごい風。見て、バスターたちのところへ帽子が飛んできたよ。足りなかったのはこれだ。よくやったね、バスター。コマドリさんもそう思うみたい。わあ、すごい。雪だるまが起きたよ。バスターはすごく嬉しそう。これでバスターはコマドリさんだけじゃなくて雪だるまさんとも遊べるね。みんな、ハッピーホリデー。やあ、バスター。スカウトとドライブをしてるみたい。見て、配達トラックのトニーだ。スカウトとバスターはトニーについていくみたい。二人とも楽しそうだね。スカウトったら。バスターは前を見てないね。バスター、危ない。はあ、危なかったね。気をつけてね、バスター。もう少しでトニーにぶつかるところだったよ。見て、道路に穴がある。トニーが穴に向かってる。ああ、穴のせいでトニーのドアが開いたよ。バスター、スカウト、気をつけて。箱が今にも出てきそう。やっぱり出てきちゃった。トニーは気づいてないみたい。また箱が落ちてきそう。わあ、賢いよ、バスター。ナイスキャッチ。また落ちてきそう。すごい、スカウト、よくやったね。ああ、気をつけて、スカウト。スカウトが滑って道路から外れちゃった。スカウトの箱が木の上に。見て、トニーが赤信号で止まるよ。今のうちに。バスター、早く、時間がないよ。いいよ、バスター。あとは拾った箱をどうやって戻すかだね。スカウトが何か思いついたみたい。いいね、スカウト。その木の板を使って移動させるんだね。なるほどね。これで箱を詰めれるね。二人ともよくできたね。さあ、バスター、ドアを閉めよう。青信号に間に合った。トニー、行っちゃったね。箱をなくしそうになったことを知ることはないんだろうね。よくできたね、バスター。そしてスカウトも。晴れた日の朝、バスターはとても嬉しそう。今日はディグリーの誕生日。バスターは誕生日パーティーが楽しみでたまらない。バスターは朝ごはんを急いで食べる。見て、スカウトだ。ラッピングされたディグリーのプレゼントを持ってるよ。渡すのが楽しみ。そんな、バスター、うっかりプレゼントを潰しちゃった。ぺしゃんこになっちゃった。かわいそうなバスター。こんなことってあるよ。でも待って、バスターに考えがあるみたい。見て、スカウトが捨ててある段ボールを持って行ったよ。バスターはお菓子を取っていった。木の棒もあったね。それにおしゃれな箱。二人は何をするんだろう。新しいプレゼント。でも中身は何だろう。バスターとスカウトはディグリーのパーティーへ急ぐ。遅れちゃいけない。ディグリーが待ってる。パーティーはもう始まってる。でもよかった、スカウトとバスターは間に合った。ディグリーはプレゼントを開ける。うわ、ピニャータだ。誕生日のディグリー、
棒で叩いてね。せーの。もう一度。パン。お菓子がたくさん。なんて素敵な誕生日プレゼント。泥だらけだね。泥の水たまりで楽しく遊んでいたみたいだね。洗わないといけないけど、バスターはそう思わないみたい。町のバスが来たよ。あら、汚れたバスターを見て呆れているよ。バスターは自分がどれだけ汚れているかやっと気づいたみたい。そうだよバスター、泥だらけなんだから。あれは洗車の看板かな。いいアイディアだねバスター。綺麗になるために洗車をしに行ったよ。かわいそうに、バスターは中に入るのが怖いみたい。確かにとても怖そう。頑張ってバスター、綺麗にならなきゃ、汚いよ。行け行け、バスターはやっぱり勇敢だね。1、2、3。あー、もう少しだったのにバスター。あれ、急いでるみたいだね。バスター、深呼吸をして、君ならできるよ。でも音がとても怖いね。頑張ってバスター、あともう少し。よーい、ドーン。やったねバスター。くすぐったいけど悪くないでしょ。出てきたよ。ねえバスター、大丈夫だったね。ピカピカで綺麗だよ。かっこいいよ。よく頑張ったねバスター、ピカピカ。洗車ってそんなに怖くなかったね。見て、バスのバスターだ。でもあれれ、眠たそうだね。道を外れたよ。しまった、バスターは泥にはまっちゃった。抜け出せないよ。かわいそうなバスター、どうすれば抜け出せるかな。次の日の朝、車のスカウトがバスターのガレージにやってくる。でもあれれ、バスターはいない。どこにいるんだろう。でも見て、泥の跡。スカウトは泥のタイヤの跡をたどってバスターを見つけに行く。ショベルカーのディグリーだ。スカウトがバスターがいないってことを伝えるよ。バスターを探しに行かなきゃ。スカウトとディグリーは一緒にバスターを探す。見て、お菓子が落ちてる。どこまで続いてるんだろう。わあ、何？ああ、なんだ、ロビン。スカウトはロビンにバスターがいないことを伝える。ロビンも一緒になって探すよ。みんなで協力すればバスターをもっと早く見つけることができる。かわいそうなバスターは寒くて心細い。スカウトは木の影を探す。ディグリーは岩の裏を探す。何を見つけたの、ロビン。タイヤの跡がある。あ、バスターだ。まだ泥にはまってる。ずっとここにいたんだね。ロビンはバスターを見つけたことをディグリーとスカウトに知らせに行く。バスターは丘のすぐ向こう。かわいそうなバスター、ディグリーとスカウトが助けてあげるよ。ディグリーとスカウトは協力してバスターを泥沼から引き出してあげる。よかった、これでバスターは自由。バスターは助けてくれた友達に感謝してる。自分のガレージでもう安心。大変、バンディットバスがキャンディー屋さんに盗みに入ったよ。泥棒、パトカーのオーティスだ。盗まれたキャンディーを調べに来たよ。バンディットバスはあっちに行ったよ。オーティス、オーティスはバンディットが逃げるのを見なかったみたい。いい考えだねオーティス、落ちてるキャンディーをたどるんだね。これでもう誰が盗んだかわかるね。いた、止まるんだ泥棒。見てオーティス、もっと証拠があるよ。このままキャンディーをたどって。バスのバンディットはたくさんのキャンディーを落としてる。やあバスター、そのキャンディーは君のじゃないよ。バスターはキャンディーが大好き。しまった、キャンディーはバスのバスターのところまで続いてた。
オーティスはバスターが犯人だと思ってるに違いない。オーティス違うよ、バスターは何もしてない。かわいそうなバスター、どうなるんだろう。オーティスはバスターを牢屋に入れてる。ああバスター。あ、スカウトが来た。スカウトならバスターを牢屋から出すのを助けてくれるかも。スカウト、バスターを助けなきゃ。バスターが無罪だって証明して。そうそう、スカウト、キャンディーをたどって本当の犯人を見つけるんだ。スカウト探偵、捜査を始めたよ。見つけた。バンディットバス、おもちゃ屋さんで泥棒しているところを発見。今度は逃がさない、バンディットバス。警察だ、止まりなさい。逮捕する。今度はことを正してバスターを牢屋から出すとき。バスター出ておいで、君は無罪だよ。バンディットバスが牢屋に入るよ。ありがとうスカウト、君は優秀な探偵だね。君がいなければバスターはまだ牢屋の中にいたはず。残念バンディットバス、でも自分のしたことのせい。盗みは法律違反だよ。よくやったねオーティス。じゃあねバンディット。今日はなんて気持ちがいい日。バスターはちょっと暑そうだね。ねえ見て、スカウトがいいことしてる。アイスクリームを食べて涼もうバスター。美味しそうだね。バスター聞こえる？この音はアイスクリームトラックのイギー。こんにちはイギー、バスターはアイスクリームを食べたいんだ。いろんな味があるよ。チョコレートチップ、スプリンクルが乗ったバニラ、トリプルタワー、ラズベリースワール、チョコレートソースがかかったストロベリーとバニラ。バスターはどれにするか決めたみたい。わあありがとうイギー。おや、とっても早かったねバスター。美味しかったでしょ。もう次のアイスクリーム？やあディガー、アイスクリームの列に加わったよ。次のアイスクリームもできたよ。バスター、3つ目のアイスクリーム本当に欲しいの？バスター、アイスクリームが食べたいのは君だけじゃないよ。美味しそう。チョコレートスティック付きバニラアイス。列は長くなってる。バスターは4つ目のアイスクリームを注文してる。今度はチェリー付き。ねえバスター、もう十分でしょ。ディガーとビリーもアイスクリームを待ってるんだ。それに君は欲張りだよ。イギーもバスターに呆れちゃったみたい。バスター、もっとアイスクリームが欲しい？はいどうぞ。母見て、アイスクリームのバスター。でもトッピングがいるね。甘いチョコレートスティックとチェリー、美味しそう。母バスターはこれで涼むことができたはず。あ、ビリーがチェリーを美味しそうに食べてる。ディガーも大きな一口。このアイスクリームバスターとっても美味しい。バスター、次は欲張りにならないだろうね。とても美味しいアイスクリームをありがとうイギー。アイスクリーム最高だね。やあバスター。あれ、ちょっと疲れてるみたいだね。バスター居眠りしちゃった。あ、これは何？ヒゲ？ウサギのような鼻？それに耳まで。イースターバニーバスターだ。似合ってるね。新しいウサギの尻尾、気に入ってそうだね。どこに行くんだろう。イースターバニーの仕事をしに行くんだといいけど。あれ？これは何？丘に開いた穴だよ。どこに繋がってるんだろう。反対側から出てきた。あ、見て、テリートラクターがお昼寝してる。見て、イースターバニーバスターがテリーにカラフルなイースターエッグをあげたよ。イースターの喜びをもっと広めに行くよ。この穴はどこにつながってるんだろう。こっちだよバニーバスター。ロビンがぐっすり眠ってる。サプライズイースターエッグをもう一つ置いておこう、ロビンが起きた時のためにね。今度は別の穴に入っていくよ。誰だろう。ジープのジェシーだよ。わあ似てるね。イースターバニーバスターはジェシーが起きた時のためイースターエッグをもう一つ置いていくよ。イースターバニーのバスターなんて忙しいんだろう。届けるのは大切なお仕事。バニーバスター、今度は誰にイースターエッグをあげるんだろう。ショベルカーのディガーだ。静かにバスター、起こさないようにね。ディガーのバケツにイースターエッグを入れたよ。いい考えだねバニーバスター。あれね、イースターバニーバスターはちょっと疲れちゃったみたい。起きてバスター。
あ、イースターバニーバスターは全部夢だったんだ。イースターエッグが現実じゃないなんてがっかり。でもこれは何？イースターエッグだ。やった、本物のイースターバニーがバスターにイースターエッグを置いていったんだね。よかったねバスター。バスターとテリートラクターが来るよ。競争するみたいだね。バスターはとても自信がありそうだね。テリーは呆れてるよ。誰が勝つのだろう。行くよ。位置について、よーいドーン。行ったね。バスターがリードをしてるよ。頑張ってテリー、その調子。テリーはバスターほど速くないみたい。あれ、何をしてるの。もうバスターったら自慢してるよ。かわいそうなテリー。バスターは絶対に勝てると思ってるんだね。ゴールはまだだよバスター。頑張ってテリー、まだチャンスはあるよ。もうバスターダメだよ。テリーに優しくしなさい。気にしないでテリー、速さだけでは勝てないことをバスターに見せてあげて。バスターがもっと先に行っちゃった。泥の水たまりの中を走ってゴールに向かっている。やれやれバスター、暑いのはわかるけどまだゴールしてないじゃない。あそこを見て、リンゴの木だ。バスターは木陰でお昼寝をするみたい。バスターったら余裕がありすぎるんだから。あらま、バスターが寝ちゃった。あれを見て、テリートラクターだ。バスターを追い越したよ。バスターったら寝すぎだよ。ゴールに向かって走っていくよ。バスターがっかりするんじゃないかな。もう少しだよバスター。でもテリーはどこ。いたいた、テリーは先にゴールしていたんだ。おっちょこちょいだなバスター。あんなに寝るからだよ。それからあんなに自慢げにしてたらダメだよ。だってゆっくりでも頑張れば勝てるんだから、うん、バイバイバスター。バイバイテリー。わあ、クリスマスコンテストが始まるよ。ランディットが一番目、マジックをしてる。上手だねバンディット。おや、バスターは緊張してる。舞台負けしてるね。かわいそうなバスター。スカウトだ。次はスカウトの番。とても嬉しそう。わあ、すごい、ジャグリングをしてるよ。よくできたねスカウト。あらまあ、バスターはまだ緊張してる。観客が見てる中、ステージに上がるのが怖いんだね。やった、スカウトの番が終わって、次はバスター。あらら、でもバスターはステージに上がりたくない。ママはバスターのことが心配になってきた。ステージには誰もいない。ママに考えがあるみたい。これは何。ママがステージにバスターにおいでって誘ってる。一緒に演じるんだね。バスターが来たよ。素晴らしいクリスマス、素晴らしいクリスマス、素晴らしいクリスマス、良いお年を、良い知らせをバスターから、素晴らしいクリスマス、良いお年を、メリークリスマス。よくできましたバスターとママ。綺麗な歌をありがとう。今日は晴れた日、パパバスはバスターをビーチに連れていくよ。バスターはママバスにバイバイして、さあ出発。やった。でもそんな、オーティスに止められたよ。通行止めだって。バスターはとてもがっかりしてる。でもパパに何か考えがあるみたい。
湖だね。代わりに魚釣りができるよ。でもバスターはビーチに行きたかったからがっかりしてる。パパは魚の釣り方をバスターに教えてあげる。うわ、今度はバスターの番。バスターは楽しんでない。釣りはビーチみたいに面白くないね。パパはどうしてそんなに楽しそうなの？待って、何かがパパの竿にかかったね。なんだろう。わあ、パパが大きな魚を捕まえたよ。大きすぎる。パパだけじゃ引き上げられなさそう。バスターが手伝う。気をつけてバスター。おっと、二人とも水の中。魚はそれを見てとても楽しそう。バスターとパパはそう簡単に諦めない。二人に考えがあるみたい。魚が水の中を泳いでる。パパが釣り糸を投げ入れると魚がまた引っ張る。二度目の勝負だね。見て、バスターが水に浮かんでる。よし、捕まえた。バスターが網で魚を捕まえたよ。さすがバスター。パパはとても感心してる。よくできたねバスター。魚はどこかへ泳いでいく。またねお魚さん。魚釣りとても楽しかったね。見てバスターだよ。大好きな黄色いバス。でも待って、いつもみたいに鮮やかな黄色じゃないね。ねえバスター、ペンキを塗り直した方がいいみたい。ちょっと汚れて見えるよ。いい考えだね。ペンキ屋さんに行けば解決できるね。満足げなお客さん。バスターは黄色いペンキを塗り直すこととても楽しみにしてるよ。新車のように見えるだろうね。わあ、何が起こったの？びっくりしたねバスター。あらまあ、バスターはペンキの缶をごちゃ混ぜにしちゃったみたい。きっと気がついてないね。色は合ってるのかな。さあどうぞバスター、黄色いペンキを。あらまあ、黄色じゃないよ。バスターは赤く塗られちゃった。きっと気がついてないね。自分の姿を見てみてバスター。赤いバスになっちゃったよ。ペンキ屋さんにすぐに戻って。どうしよう、ペンキの缶を全部倒しちゃった。もうどれがどの色かわからないよ。もう一度。ああ、これでもないね。バスター今度は青になっちゃった。ジェシーはとてもびっくりしてる。だってバスター真っ青なんだもの。きっと今度は黄色のはず。まだ黄色じゃない。バスター今度は緑色。見て、トニーが動揺してる。4回目の挑戦。目を閉じて黄色をお願いしてバスター。どうしよう、ジェシーとスカウトまだバスターだってわからないみたい。バスター今度はピンクになっちゃった。待ってバスター、それが正解かわからない。虹色バスのバスター。ロビンは気に入ってないみたい。どの缶だろう。この中のどれかが黄色のはず。結果は、ふう、やったね。これこそみんなが知ってるバスのバスター。ピカピカに光る黄色のペンキ。とてもカラフルな冒険だったね。やあバスター。それは何？サッカーボール？あ、見てバスター、友達はみんなサッカーの試合をしようって並んでる。もう一人選手が必要だって。参加してみなよバスター、きっととても楽しいはず。キックオン。ああ遅すぎたねバスター。セメントミキさんの CJ がシュートしようとしてる。チープのジェシーをブロックできるかな。頑張れジェシー、君ならできる。ああ惜しい。ゴール。ナイスシュート CJ。 ナイスヘディングバスター。上手だ、キックだねスカウト。完璧なブロックディガー。スカウトがディガーからボールを取り返したよ。スカウトがゴールに向かって走ってる。行けスカウト、できるよ。誰もスカウトにはかなわないね。ゴール。それでこそスカウト。ジェシーからスカウトへ。スカウトがパス。ディガーのうまいキックでバンディットへ。ちょっと乱暴だよバンディット。バンディットはゴールを決めるのかな。ジェシー今度は守れるか。あらまあ、ジェシーはボールを割っちゃった。これで試合は終わり。ああよかった、オーティスが予備のボールを持ってた。試合再開。いい試合になってきたね。バスターはゴールを目指して走ってる。
そんな、バスのバンディットがバスターに割り込んだよ。これはファール。よく見てたね、ロビン。バンディットにレッドカード。ロビンはバンディットを退場させてる。乱暴すぎるとこうなるんだね。バスターはペナルティシュートができる。頑張れ、バスター。ゴール！決めたね、バスター。試合に勝ったよ。トロフィーまでもらえたね。とても楽しかったね。バスターとスカウトは学校から家に帰ってる。じゃあね、スカウト。バスターは何か見つけたよ。見て、ディグリーとデイジーだ。バスターはお手伝いしたい。でも安全第一。かっこいいヘルメットだね。バスターはボートのロッキーからクレートを下ろすお手伝い。いいチームワーク。今度はクレートを建設現場に置くよ。ミスターラブルはお昼休憩。また後でね、ミスターラブル。しまった。クレートが泥の中へ沈んでる。急いで、バスター。そんな、バスターまで泥にはまっちゃったよ。デイジーが助けに行く。動かない。あれは？ディグリーがワイヤーをクレーンに引っ掛けたよ。バスターを引き上げてる。うまくいったね。あと少し。そんな、みんなハマっちゃった。ミスターラブルは気がついてない。でもバスターに考えがある。ワイヤーをクレーンに巻きつけてクレートにつなげてる。ロープへ引っ張って抜け出すつもりだね。なんていいアイデア、バスター。ディグリーとデイジーはバラバラにロープを引っ張ってるけど、同時に引っ張らなきゃ。そうそう、やった、うまくいったね。ミスターラブルはまだ気がついてないから、みんなは急いでクレートを引き出す。これで全て元通り。でも一つだけおかしい。みんな泥だらけ。洗わなきゃね。ミスターラブルがホースでみんなに水を吹きかける。綺麗になったね。もうお昼の時間。おいしい。あれ、どうしたの？ミスターラブルが泥に突っ込んじゃった。でも大丈夫、ミスターラブル。僕たちに任せて。バスター、ママバス、アッシュはキッズランドに来たよ。ワクワクするね。バスターは大きい子向けの部屋で遊びたいみたい。でもバスターにはちょっと早すぎるかな。わあ、すごい。アッシュは早く遊びたがってるよ。でもバスターはこの部屋は幼稚だと思ってる。ママとアッシュはとても楽しんでるけど、バスターは遊びたくない。今度はトランポリンで跳ねてるよ。イエーイ。とっても楽しそうだよ、バスター。ううん、やっぱり遊ばないって。アッシュは何かから逃げてるよ。見て、ママが海賊の船長になってる。おー、急いで逃げて、アッシュ。アッシュはボールプールへ逃げてきた。とても面白そう。バスターもやっと遊ぶ気になったみたい。急いで、船長が捕まえに来る。逃げて、バスター。バスターはとても楽しんでるみたい。
やあ仲間よ。今のは何？やった。海賊バスターと海賊アッシュが悪者をやっつけた。逃げろ。なんて早いんだろう。気をつけて船長ママ。海賊バスターと海賊アッシュの勝利。ねえバスター、キッズランドとっても楽しかったでしょ。晴れた日、バスターの家ではバスターとおじいちゃんが一緒に楽しく遊んでる。ママバスは仕事へ行くよ。バスターとおじいちゃんは一緒に夕食を作ることができるかな。わあ、本格的な料理をするんだね。バスターはとてもワクワクしてる。さあ始めよう。おじいちゃんがコンロの準備をする。でも次は？バスターに考えがある。チョコレートソース。おじいちゃんは夕飯で食べるものじゃないって。レシピを見てみよう。必要な材料を全部集めたよ。バスターはまずボウルに小麦粉を入れる。うわー、少しずつだよバスター。おっと、小麦粉があちこちに。おじいちゃんもバスターも小麦粉まみれ。バスターは生地の最後の仕上げ。あちこち飛ばさないように気をつけてね。よくできたねバスター。おっと、おじいちゃんのトマトソースが床にこぼれちゃった。コンロではお鍋が噴き出してる。あー見て、おじいちゃんのメガネが曇って前が見えないよ。気をつけておじいちゃん。あらまあ、もうめちゃくちゃだね。おじいちゃんとバスターは掃除をしてる。もうすぐママバスが仕事から帰ってくる。あらら、まだ夕飯はできてないね。どうするんだろう。おじいちゃんは冷凍庫からフィッシュフィンガーを取り出す。それを見たバスター、何か思いついたよ。チョコレートソースの出番。ちょうど夕飯が出来上がる頃、ママはバスターとおじいちゃんに何を作ったか聞いてる。何ができたんだろうね。フィッシュフィンガーとインゲン豆、そしてチョコレートソース。本当に美味しいのバスター。バスターは食べてみる。美味しい。ママも食べてみると、とっても美味しい。よくできたね。冬の夜、バスターは何をしてるんだろう。わあ、花火の絵。バスターはとても嬉しそう。今日は本物の花火を見に行く日。でも待って、バスターは何か忘れてる。暖かい帽子。準備完了、花火を見に行こう。あれ、何？花火の音は大きいね。そんな、バスターは怖がってる。バスターは大きな音が苦手。ああ、かわいそうなバスター。震えてる。ママが何かしてるよ。あ、バスターのおもちゃの車は大きな音を立てるけど、怖くないね。また大きな音がする。おじいちゃんがサッカーの笛を吹いたんだね。サッカーが大好きなバスター、大きな笛の音も大丈夫だね。今度は何？ポップコーンが跳ねる音。バスターはポップコーンが大好き。この音も大丈夫だね。わあ、花火はとても綺麗。大きな音ってそんなに悪いものじゃないのかも。バスターはもう一度試してみる。うわあ、いろんな色の綺麗な花火。晴れた日、バスターの家。見て、ママバスが足を怪我した子猫を助けてる。もう大丈夫、包帯で固定したよ。スカウトだ、バスターと一緒に学校に行くんだね。二人は校庭で遊んでる。
そんなスカウトのタイヤに傷がついたよ。バスターに考えがある。何をするんだろう。バスターはスカウトのタイヤをトイレットペーパーでぐるぐる巻きにしたよ。もう大丈夫、さすがバスター。アッシュも包帯を巻いてってお願いしてる。今度はスカウトが他のタイヤにも包帯が欲しいって。でももうトイレットペーパーはないよ。バンディットが何か企んでる。みんなトイレットペーパーを持っていったよ。そこら中にトイレットペーパーを巻いてる。めちゃくちゃだね。みんなちょっと調子に乗っちゃったみたい。そんな、校庭がトイレットペーパーだらけ。先生はご機嫌斜め。ママバスがバスターを迎えに来たよ。先生が怒ってることに気がつく。バスターはママが子猫を助けてたみたいに自分もスカウトを助けようとしたことを説明する。ママが本物の包帯を巻いてあげるよ。さあおいで。バスターと友達はパパバスと森でのキャンプを楽しんでる。パパはお化けの話をしながら気味の悪い影を作ってるよ。うわ、このお化けとっても怖い。大丈夫だよ。みんな、今のはパパバスだよ。もう寝る時間。おやすみみんな。パパバスは焚き火用の薪を取りに行く。おやすみバスター。あれれ、何してるのバスター。薪を頭に乗せて怖い角を作ったよ。スカウトはぐっすり眠ってる。うわ、今の何？バスターの作った怖い影。かわいそうなスカウト。大丈夫スカウト、今のはバスターだったね。今度はバンディットを脅かすよ。バンディットも怖い影にびっくり。バスターは眠たくなったみたいだね。でもバンディットとスカウトに何か考えがあるよ。バスターはぐっすり寝てる。でも怖いお化けがもう一つ。逃げてバスター。自業自得だねバスター。もう遊びはおしまい。あれは何？そんな、本物のお化けだ。薪を持って帰ってきたパパバスだった。もう怖いのはうんざり。たくさん遊んでとても疲れちゃったね。みんなおやすみ。やあバスター。わあ見て、アメリカの砂漠にいるよ。カウボーイの帽子までかぶっちゃって。金色の星をつけてる保安官だね。見て、投げ縄だ。上手だねバスター。これで君も立派なカウボーイ。テリーだ。帽子を傾けて挨拶しなよ。テリーはあまり嬉しそうじゃないね。待って、バンディットバスだ。背中に乗ってるのは何？袋だ。キャンディーショップに盗みに入ったんだね。なんて悪いやつ、捕まえなきゃバスター。急いで逃げていくよ。追いかけるんだ。起きて保安官、泥棒が逃げてるよ。二人は線路の横を走ってる。急いでバスター、バンディットを逃がしちゃいけないよ。バンディットが列車の通勤の前を飛び越したよ。列車が通り過ぎるのを待とう。どこに行った？しまった、逆方向に行ってる。なんてずる賢い。追いかけてバスター。バ
バンジットはサボテンに迷い込んでバスターから逃れようとしてる。トゲに気をつけてバスター。刺さるととっても痛いよ。あと少し。危ない。バスター大丈夫？大変、サボテンでタイヤがパンクしちゃった。どうしよう、タイヤがパンクしてちゃ追いつけないね。待って、この手があった。投げ縄。よくめがけてバスター。1、2、3。お見事、よくやったね。バンディットを捕まえたよ。パトカーのオーティスも来たよ。喜んでる。よし、バンディットはもう牢屋の中。バッジまでもらったんだね、保安官バスター。わー、冒険いっぱいの夢だったねバスター。楽しい一日を。見て、バスのバスターだ。気持ちのいい朝。今日は何をするのかな。あれは何？種？わー、バスターは野菜や果物を育てるつもりだよ。バスターは野菜畑に行って説明書を読む。まず種を植える穴を掘らなきゃいけない。バスターは土を掘り始めたよ。あらら、これじゃ時間がかかりそう。でも見て、ディグリーだ。ディグリーなら助けてくれるね。掘るのが得意だもの。友達をいつも助けてもくれるしね。ディグリーならすぐに穴を掘ってくれる。ほらね、もうできた。バスターは穴に種を植えてステップ2を見る。お日様、種が育つためにはお日様の光がいる。でもあらら、今日は曇り。でも見て、熱気球のモンティだよ。モンティならきっと助けてくれるね、モンティが雲を向こうにやってくれたから種から芽が出たよ。ステップ3。雨？またモンティの出番みたいだね。雲の上でジャンプして完璧。あとは種が育つのを待つだけ。何日も待つと植物は大きくなる。また天気のいい朝にバスターはカレンダーをチェックする。今日だ。見て、赤いトマト、オレンジのかぼちゃ、黄色いトウモロコシ、緑の豆、紫色のナスビ。よくやったねバスター。バスターが育てた色鮮やかな野菜や果物を見て。友達と一緒に食べられるね。バスター、ドライブにはもってこいの日だね。空には雲一つないよ。バスターは橋を渡る。待って、気をつけてバスター。橋にひびが入ってる。そんな、橋が崩れちゃった。最悪の事態、橋がないとみんな川を渡れない。でも待って、バスターは何かを見つけたよ。木の板とテープ。バスターに考えがあるみたい。何をしてるんだろう。見て、バスターはたくさんの木の板をテープでくっつけたよ。よくできたね。ああ、木がバラバラになっちゃった。これはダメみたいだね。でも待って、誰だろう。蒸気船のカトリーナだ。手伝ってくれるかな。カトリーナとバスター、二人一緒なら橋を修理できるかもしれない。よくやったね、カトリーナ。これでバスターは木を使って橋を直せる。あれ？トラクターのテリーが川を渡りたいみたい。待たなきゃいけないことに怒ってるよ。心配しないで。バスターとカトリーナがチームになって協力すれば橋はすぐに直せるよ。バスターは橋を少しずつ修理してる。もっと強い橋になるね。しまった。バスターは川に板を落としちゃった。それでも修理は進んでる。もう少し、橋はもうちょっとで完成するよ。できた、最後の板。お疲れ様。これでテリーは無事に川を渡れるね。バスターとカトリーナ、よくできました。チームで協力すると楽しいね。二人のおかげで橋は真新しく見える。バスターとみんなの楽しい学校の日。今日は母の日のカードを作る。見て、先生がお手本を見せてる。二人
2つに折って折り目をつける。よくできたね、バスター。おや、バンディットは何してるの？わあ、たくさんの飾り。さあ作ろう。あら、バンディット、紙飛行機を作って飛ばしたよ。バスターは作り始めた。おっと、タイヤにノリがついてグリッターがあちこちに。困ったね、バスター、ノリが離れないね。どうすればバスターはノリを取ることができるかな。そっか、スプーン。ダメ、取れない。あらら、今度はスプーンがもう一つのタイヤについちゃったよ。バスターはスカウトに助けを求める。スカウトはノリのボトルを引っ張ってみる。ダメ、これもうまくいかない。そんな、スカウトまでひっついちゃったよ。気をつけて、スカウト。困った、思い通りにいかないね。バンディットは2人の様子を見てとても楽しんでる。そして先生はバンディットの飛行機に気を取られて、このことに全く気がついてない。おっと、アッシュの水を倒しちゃった。でも待って、水でスプーンが取れたよ。バスターに考えがある。アッシュは自分のホースを使って海苔を取ろうとしてる。やったー、成功。あらら、もうめちゃくちゃ。ママがバスターを迎えに来たよ。見て、バスターはママに手作りの母の日のカードをあげてる。ママは大喜び。ママ、素敵な母の日になったね。まさか、また？やあ、バスター。わあ、あの不気味なネバネバを見て。あちこちに飛ばしてるよ。見て、トラクターのテリーだ。ネバネバを避けてる様子。とても用心してるね。ブーン。待って、気をつけて、バスター。テリーに突進してるよ。危なかった。気をつけないと、バスター。あら、まあ、テリーにネバネバをかけちゃったよ。あまり嬉しそうじゃないね。バスター、また行っちゃった。緑色のネバネバの中で遊んでる。気をつけて。バスターはネバネバの中にはまっちゃった。どうしよう、抜け出せないでいるよ。日が暮れて暗くなってきた。怖いね。バスターは大丈夫だといいけど。みんな見て、トラクターのテリーだよ。助けに来てくれたんだ。あまり嬉しそうじゃないけど。お願い、テリー、バスターを助けて。押せば抜け出せるはず。さあ行くよ。1、2。助かった。やったね、ありがとう、テリー。よかったね、バスター。トラクターのテリーのおかげでバスターは緑のネバネバから救われたね。バイバイ、テリー。バイバイ、バスター。やあ、バスター。こんにちは、ロビン。そうそう、バスター、踏切を渡るときは右左を確認だね。わあ、危なかった。列車の数機、前を見てなかったのかな。パトカーのオーティスだ。何か起こってるに違いない。あ、急いで、バスター。助けになれるかもしれない。大変、数機は仕事中に居眠りしてる。誰かが止めてあげないと。どこに行っちゃうかわからないよ。どうしよう。あ、バスターは何か思いついたみたい。ロープ、いい考えだね、バスター。これで数機の速度を落とすことができる。ナイスキャッチ、ロビン。その調子、引っ張って。君たちならできる。大変、ロープが切れちゃった。スーキーはまだ暴走してる。速度が増したみたい。追いつかないと。急いで。バスター、今度は何？大変、ディガーだ。スーキーが直進してきてるのにディガーは全く気がついてないよ。別の線路、上り坂になってる。気をつけて、バスター。おっと、危なかったね。うまくかわしたね、バスター。スーキーが坂を登るよう線路を変えないと、バスター。急いで、バスター。君ならできる。あとちょっと。やったー、間に合った。よくやったね、バスター。線路を切り替えたね。
ルーキーは急な坂を登ってるよ。これで速度は落ちるはず。これで何事もなく止まったね。スーキーは目を覚ましてるみたい。誰も怪我をしなくてよかった。よくやったね、バスター。オーティスの手伝いをして危機を乗り切ったね。見て、バスター、ママとおじいちゃんだ。こんな雪の日にどこに行ってるんだろう。わあ、クリスマスツリーを取りに行くんだね。たくさんの木、どれにしよう。見つけた？バスターは一番大きな木が欲しい。とっても大きいね。家に持って帰るよ。ママがトレーラーで木を運んでる。重たそう。待って、そんな、木は大きすぎて玄関を通らないよ。でも待って、おじいちゃんに考えがある。ランプから持って上がるんだね。親って、もこれもダメみたい。今度はママに特別な考えがあるよ。煙突からも入らない。おじいちゃん、他に何か思いついたみたい。3、2、1、いけー。あら、まあ、やっぱり抜けられない。大きすぎるね。見て、スカウトだ。クリスマスツリーを取りに行ってる。バスターに考えがあるよ。何を思いついたのかな。おじいちゃんがノコギリを使ってる。わあ、大きな木を2つに割ったね。スカウトに半分あげて、もう半分は玄関を抜けられるはず。やったツリーの完成。これくらいの大きさが家にはちょうどいいね。バスターとロビンだ。バスターはチューインガムが大好きみたいだね。あれは何？瓶の中の手紙、なんだろう。わあ、宝の地図だ。バツ印が宝の場所だね。バスターとロビンは埋もれた宝を探しに行くよ。さあ、どこに行けばいいんだろう。桟橋がここで、見て、無人島だ。見つけたよ。そんな、海はサメでいっぱい。安全に渡る方法を探さなきゃ。見て、蒸気船のカトリーナだ。ビーチで動けなくなっちゃったみたい。押してあげれば海に戻れるね。そうそう、バスター、よくやったね。よかった、カトリーナは海に出られたね。でもしまった、穴がある。修理しないとカトリーナは沈んじゃう。バスターに考えがあるみたい。チューインガムで何をしてるんだろう。ああ、バスターはチューインガムで穴を埋めてるよ。とても賢いね、バスター。もうサメに襲われることはないね。さあ、無人島へ到着。バスターは島に着いたよ。あとは宝物を探すだけ。ここら辺にあるはずだけど。あそこ、バツ印だ。バスターは穴を掘ってる。わあ、宝箱だ。見て、銀貨。バスターは何に使うのかな。見て、ビクリーはカトリーナの穴を直してる。あ、バスターは銀貨でディグリーにお礼をしてる。ディグリーは新しい友達のカトリーナを修理してありがとうって言ってるんだ。なんて楽しい冒険。一日の始まり、バスターは学校へ行く時間。ディグリーだ。二人は一緒に学校に行くよ。学校まで競争。ビューン。どっちが勝つかな。うわ、道路に小さなアヒル。気をつけないと。ア
ヒルのママだ。子供たちと一緒に道路を渡ろうとしてる。危ない、テリーが来たよ。先生も来たよ。困った。ありがとう、ディグリーとバスター。アヒルの親子は無事に道路を渡れるね。そっか、あの池で泳ぐんだね。そんな、アヒルの子供が道路に戻っていってる。さすがバスター。アヒルたちは道路の上を渡ってるね。バスターとディグリーはみんなが安全に渡れるよう手伝ってあげてる。アヒルのママも渡るよ。お手伝いよくできたね。でもテリーと先生は遅刻しないよう早く進みたい。でも待って、バスターに考えがある。あれれ、ペンキで何をしてるの？虹色のしましま？標識まで。アヒルの横断歩道だ。これでアヒルの家族はいつでも安全に道路を渡ることができるね。先生が来た。二人に急ぐよう言ってる。遅刻しないよう、もう学校に行った方がいいね。みんなよくできたね。マスターは学校へ行く時間。お弁当を忘れずに。スカウトだ。遅刻しないようにね。これは誰？小さな消防車？バスターが挨拶してる。学校で先生からお知らせがある。アッシュくん、新入生だよ。これからクラスの一員になるって。アッシュは挨拶してくれたバスターのところに行ってる。新しい友達がすぐにできてとても嬉しそう。今日みんなは注射について学ぶよ。先生が正しい注射の仕方をみんなに見せてる。今度はみんなが実際にやってみる。スカウトはできたね。バスターは、あ、アッシュ、新しい友達のすごく近くにいる。バスターについて回ってるよ。バスターが注射しようとしてることに気がついてないね。あらまあ、アッシュはバスターを少し怒らせちゃったみたい。バスターにはスペースが必要だったのに、アッシュにはそれがわからなかったね。休み時間、バスターとスカウトが遊んでる。ああ、かわいそうなアッシュには一緒に遊ぶ友達がいない。でもバスターとスカウトに考えがある。アッシュは二人と遊べばいいね。もうみんな友達だもの。三人は一緒に遊んでる。わあ、ナイスシュート、アッシュ。新しい友達っていいね。見て、バスターとスカウトだ。雪で遊んでいるよ。飛んだり滑ったり楽しそうだね。こんにちは、雪だるまさん。あれ、スカウトが何か見つけたよ。嬉しそうだね。なんだろうね、バスター。わあ、池が凍ってる。スカウトが氷の上を滑ってる。スカウトは上手だね、バスター。バスターも滑ってみたら。気をつけて。かわいそうなバスター、氷は滑りやすいよね。でも見て、スカウトは気にしていないよ。バスターは滑りやすい氷が怖いみたい。頑張ってバスター、怖がらなくていいんだよ。その調子、そのまま。バスターは池を滑り出した。いい調子だね。二人とも楽しそうに滑っているよ。よくやったね、バスター。スカウトも感心しているよ。わあ、バスターが飛んでるよ。見て、バスターが氷にひびを入れちゃった。どんどんひびが入っていく。
スカウトの周りまで。スカウトが動けないよ。バスターどうするの？それ以上近づいたら氷が割れちゃうよ。そうだ、雪だるまさんなら大丈夫だよ。雪だるまさん、お願い助けてあげて。スカウトを助けに行ってくれたよ。すごいよ雪だるまさん。バスターもいい考えだったね。バスターもスカウトも今日のところはスケートおしまいだね。ありがとう雪だるまさん。バイバイバスター。バイバイスカウト。バスターだ。起きる時間。とても天気がいい日。見て、ママがバスターに朝ごはんを作ってくれたよ。ジャムトースト、バスターの大好物。おっと、バスターはおもちゃを踏んじゃった。大丈夫、ママのキスでよくなるよ。ほらね、バスター外にサッカーをしに行くよ。楽しそう。バスターは公園でスカウトと遊んでる。ナイススカウト。でもしまった、サッカーボールが木にはまっちゃった。でも見て、ママがボールを落としてくれたよ。さすがママ、これでまた遊べるね。これは何？ママとバスターは絵を描いてる。一緒に絵を描くの楽しいね。見て、お日様に顔。でもあらまあ、バスターは眠たい。とても忙しい一日だったね。もうバスターの寝る時間。まずママはバスターにお話を読むよ。あらまあ、おやすみバスター。ママと遊んだ一日、とても楽しかったね。ママはやっぱり世界一。さあみんな、魔法使いバスターのお話が始まるよ。バスのバスターだ。魔法の森を走ってるみたい。でも待って、道の脇にあるこれは何？呪文の本だ。わあ、これを使えばバスターは魔法が使えるね。見て、町の広場にスカウト、テリー、ジェシーがいる。バスターは魔法を使ってみるんじゃない？さあ、何ができるかな？わあ、魔法使い帽子。バスターは本当に魔法を使ってる。バスターはテリーを手伝うのにどんな魔法が使えるかな？アブラカダブラ。わあ、花が伸びたよ。すごいね、魔法使いバスター。本の中には他にどんな魔法があるのかな？蜂の魔法？あ、見て、バスターはスカウトを蜂にしたよ。飛び回ってとても楽しそう。ジェシーも飛びたいみたい。どんな魔法がある？シャボン玉？いいね、ジェシーはシャボン玉の中に浮かんでる。よくできたね、魔法使いバスター。あ、見て、バスターはとても眠たそう。お昼寝の時間かな。あれれ、何か変だね。大変なことになってる。急いでバスター、全部元通りにしなきゃ。早くバスター。魔法は全部解けたね。でも友達はバスターのしたことに嬉しくなさそう。バスターは呪文の本を見つけた場所に戻してる。これで魔法使いバスターのお話は終わり。バスターとおじいちゃん、お買い物に来た。何でもある、たくさんある、スーパーへ行こう。Bye.
くさんあるスーパーへ行こう。気をつけてバスター、崩れるところだった、最後の一つを探しに行こう。バスターとおじいちゃん、お買い物に来た、何でもある、たくさんある、友達は学校に来たよ。今日は特別なゲストがいるよ。ママ消防車、やった。消防車の仕事をみんなに紹介しに来たんだね。火事が起こったらすぐに消防車を呼ぶこと。次は何？ホースを消火栓につなげて水で火を消すんだ。やった。じゃあ練習してみよう。ホースから出る水でコーンを倒さなきゃいけない。最初はアッシュ。やった、よくできたね、アッシュ。次はスカウト。おっと、できたね、よく頑張りました。今度はバスターの番。うわぁ、気をつけてバスター。とても楽しかったね。でもママ消防車はもうお仕事に行く時間。じゃあね、ママ消防車、ありがとう。学校が終わってバスターは家に帰ってる。じゃあね、スカウト、バイバイアッシュ。なんだろう、煙だ。どこから来てるんだろう。そんな、火が出てる。バスターどうすればいいんだろう。消防隊を呼ばなきゃ。バスターはママ消防車に助けをお願いしてる。アッシュは先生といてね。急いでママ。火はあそこだね。よし、消火栓があった。さあ、ホースをつなぐよ。早く、急いで。ふう、火は消えた。やった。いいチームワークだったね。次の日の学校、先生がバスターを前に呼んだよ。なんだろうね。見て、ママ消防車。バスターのしたことに感謝して素敵な消防ヘルメットをあげたよ。よかったね、バスター。やあバスター、とてもかっこいいサメのポスターだね。バスターはとても疲れてるみたい。何の夢を見るんだろう。これは何？ヒレ？サンゴ？すごいよバスター、海の中にいるみたい。嬉しそうなバスター。海が新しい遊び場だね。綺麗だと思わない？頑張れバスター、空高くジャンプ。とても楽しいね。待って、これは何？巨大な魚。急いでバスター、隠れて。
違った、ちっとも大きくない、とても小さいよ。大丈夫バスター、心配なし。でも今度は何？サメのシャムだ。鋭い歯を見て、隠れてバスター早く。大変、小さな魚はバスターに回されちゃったせいでサメの方に一直線。サメのシャムはとても友達を作りたそうだね。でもみんな怖がってるみたい。急いで小さなお魚さん、バスターの影に隠れるんだ。ちょっと待って、サメは悲しそう、とても残念がってるよ。ねえバスター、あのサメはきっと寂しいんだよ。友達になりたかっただけ、遊び相手がいないんだね。そうそうバスター、声をかけに行こう。ほらね、ただ一緒に遊びたかっただけだよ。バスターとシャムはとても楽しそう。海は鬼ごっこをしたり友達を作るのに最高の場所、一緒に仲良く遊んでる。あ、バスターは目を覚ましてる。ただの夢だったね。バスター、ヒレはもうないよ。またバスに戻ったよ。なんて楽しい海の冒険。おはようバスター。わー、君とお母さんの素敵な写真。プレゼントで優しいお母さんにありがとうを伝えるのはどう？バスターはお母さんのプレゼントを探しに行くよ。わー、これ何？大きな UFO キャッチャーだ。あのテディベア、お母さんにぴったりじゃない。バスター、テディベアを狙ってる。頑張ってバスター、君ならできるよ。慎重にね。あらまあ、落としちゃったねバスター。もう少し。やった、よくできたねバスター。お母さんはきっと気に入るはず。こんにちはロビン。ロビンはバスターと一緒にお母さんのための他のプレゼントを探してくれるんだって。あ、ロビンは何か見つけたみたい。何を見つけたのロビン？ん？わー、綺麗なお花。よくやったねロビン。他にどんなものをお母さんにあげればいいかな。あ、見て、風船だ。ん？バスター、早く捕まえて。あー、遅かったね。風船は飛んでいってる。行くんだロビン。君が風船を捕まえるのが得意なことみんな知ってるよ。さすが。なんて素敵な風船、スマイリーが描かれてる。お手伝いありがとう。またねロビン。前を見てバスター、君のお母さんだよ。あー、バスターはお母さんを見つけて大喜び。お母さん、素敵なプレゼントに嬉しそう。とてもいい日だったねバスター。お母さんはやっぱり一番。いや、バスターとディガー、大きな砂のお城を作ったね。カモメのサンディ、気をつけてサンディ、お城の上に泊まると。あらまあ、かわいそうなディガーとバスター。あっちへ行けサンディ、やんちゃな鳥。何を見つけたのバスター？砂から赤い色をした形が突き出てる。なんだろうね。さすがディガー、三角だ。いいもの見つけたね。ねえ見て、サンディが黄色い形も見つけたよ。円だ。まだ何かあるかなサンディ。もう一つ、これは青いよ、早く掘り出して。正方形だ、四つの辺があるね。わー、たくさんの形がある。三角、円、長方形、六角形。サンディ待って、またやっちゃった。ちょっと待って、バスターは何か考えがあるみたい。バスターとディガーは形を集めてるよ。何をするんだろう。積み上げてる。タワーを作ってるみたい。あとは最後の一つをてっぺんに置くだけ。そうそうバスター、そーっとそーっと、完璧。すごいね、バスターとディガーは形を使ってタワーを作ったよ。なんていい考え。
これでまた砂のお城に取り掛かることができる。見て、サンディが止まっても崩れない場所ができたよ。よくやったね、バスター。バイバイ、バスター。またね、ディガン。やあ、バスター。あ、サッカーボール。見て、スカウトだよ。遊びたいみたい。いいキックだね、バスター。上手だね、スカウト。道を走ってるのは誰？トラックのトニーだ。おやまあ、バスター。ボールを蹴る先を見なきゃ。トニーが来てるよ。わあ、痛そう。トニーは大丈夫だといいけど。バスター、もっと気をつけないと。釘があるよ。しまった。バスターのタイヤがパンクしちゃった。見て、スカウト。トラックのトニーは助けがいるよ。助けと言ったら、もちろん救急車のアンバー。さすがスカウト。今日はいろんなことがあったね。早く良くなるといいね、トニー。おや、バスター、とても痛そうだね。心配しないで、ただの事故だったんだから。トニーは無事で、アンバーももうすぐ帰ってくるから。バスター、アンバーだよ。修理してもらおう。バスターはガレージへ行くよ。あは。おや、トニーは元気そう。バスターは新しいタイヤをつけるよ。これで大丈夫。わー、バスター、事故は起こるもの。次は気をつけてね。ナイスキック、バスター。ああ、また転がっていく。バスターはもっと注意してる。左を見て、右を見て。そうそう、それでよし。よくできました、バスター。こっちこっち、バスター。バスターは今日、パパの家にいる。あ、パパバスだ。明日はバスターは学校の新学期。楽しみだね。でもまず準備をしなきゃ。パパバスはバスターが明日学校で必要なもののチェックリストを持ってる。いるものはリュックサック、お弁当、教科書、筆箱と定規。リュックサック、よし。お弁当、よし。他のものも全部、よし。おっと、忘れちゃいけないのが発表会の旅行で見つけたサメの歯。大きいね。バスター、今日は明日に備えてぐっすり寝ないとね。おやすみ、バスター。目覚ましが鳴ったよ。もう起きる時間。あらら、バスターまた寝ちゃったよ。そんな、学校に遅刻しちゃう。急いで準備しなきゃ。バスターのいるものはリュックサック、よし。お弁当、よし。筆箱に教科書、よし。何か忘れてない？定規。よし、あった。じゃあ学校へ出発。ちょっと待って、バスター、サメの歯を忘れちゃった。バスター、急いで。サメの歯、よし。学校に遅刻しないよう飛ばさなきゃ。急いで、バスター。先生は心配してるみたい。友
友達はみんなもう学校にいるけど、バスターは遅刻しちゃいそう。大変。ふう、ギリギリで間に合った。大変な朝だったね。起きて起きて、バスター。また新しい一日の始まり。ちょっと待って、色がない。おかしいね、ロビンにさえ色がない。見てロビン、バスターが色を取り戻してくれたよ。よくやったね、バスター。あらまあ、あのアヒルの赤ちゃん悲しそう。色がなくなっちゃったんだね。バスターなら助けられるかな。さすが、色を取り戻したね。アヒルの赤ちゃんはとても嬉しそう。あ、見て、テリーの畑も色がない。バスターは何かできる？もちろんだよね、バスター。君には魔法のパワーがある。そんな、スカウトまで。さあバスター、スカウトの色を取り戻して。よかったね、スカウト。元通り。見て、バスターは色を変えることもできるよ。ボールが緑色になった。今度は紫。バスターは色の付け方をよくわかってるね。わあ、バスターがスカウトを虹色にしたよ。自分も虹色になった。虹色バスのバスター。またテリーだ。虹色テリーになった。畑を見て、小屋まで全部虹色だよ。すごいね、バスターは雲までいろんな色にしたよ。でも何か足りないね。その通り、虹。虹色バスは虹の上を走って消えていく。バイバイ。ああバスター、ただの夢だったね。外は雨が降ってる。がっかりだったね、バスター。待って、お日様が出てきた。やっぱり君は魔法が使えたね、バスター。いや、トラックのトニー。トニーは前をよく見ていないみたい。あ、見て、カエルのフランキーだよ。挨拶しに来たんだ。気をつけて、トニー。やれやれ、危なかった。あらまあ、トニーは荷物をいくつかなくしちゃったみたい。フランキー、気をつけなきゃ、トニーに惹かれそうだったよ。やれやれ、なんていたずら好きのカエルさん。見て、トニーが荷物を落としていっちゃった。泡風呂の入浴剤だ。フランキーがいい考えを思いついたみたい。見て、歩いてる。今度はどこに行ってるの？ボトルから泡が出てきてる。ねえ見て、バスのバスターだよ。バスターはフランキーがどこに行くのか見てみたいんだね。もっと泡が出てきたよ。シャボン玉のメガネをかけてるみたい、バスター。やあスカウト、シャボン玉の冒険に一緒に行かない？スカウトは泡で遊びたいって。そこら中にシャボン玉が飛んでる。わあ、その帽子いいね、スカウト。ヒゲが面白いね、バスター。ランキーはあの湖に向かってるみたい。このいたずら好きのカエルさん、考えがあるんだね。湖の中へ入るよ。見て見て、そこら中シャボン玉だらけ。わあ、泡風呂ができたよ。ふわふわの泡、見て。バスターとスカウトも飛び込んでみな。シャボン玉の中で遊んでとっても楽しそう。フランキーが泡の湖のキャプテンみたい。スカウトが大きな泡のしぶきを立てるよ。そこら中シャボン玉でいっぱい。あれ、フランキーはどこに行ったんだろう。いたいた。そろそろ帰る時間。バイバイフランキー、シャボン玉の冒険をありがとう。バスターとスカウトが家に帰ってるよ。待って、今の何？わあ、赤ちゃんトナカイ。道に迷っちゃったんだね。バスターが元気づけようとしてる。あれ、トナカイは遊びたそうだね。ジャンプが上手。バスターが雪玉を投げる。おっと、ごめんごめん、スカウト。新しい友達と遊ぶの楽しいね。
今度は雪のランプを作ったよ。何をするんだろう。ブルーン。バスター大きなジャンプ。次は赤ちゃんトナカイの番。ビューン。次はスカウト。おっと、ごめんごめんバスター。赤ちゃんトナカイはどこに行ったんだろう。二人は足跡をたどる。いた。かくれんぼしてたんだね。スカウト、どこに行ってるの。あ、大きな雪の山。スカウトがいた。わあ、トナカイの足跡がたくさん。大きな足跡だね。どこまで続いてるんだろう。みんなでたどることにしたよ。足跡は森を抜けていく。見て、パパ、ママトナカイだ。赤ちゃんを見つけてとてもホッとしてる。赤ちゃんトナカイはバスターとスカウトと遊んでとても楽しかったけど、もうお別れの時。バイバイ赤ちゃんトナカイ、また会おうね。バスターとパパバスは公園に遊びに来たよ。おっと、気をつけてねパパ。二人は一緒にサッカーをするよ。キックオフ。バスターがボールをパス。おっと、パパはうまくできないみたい。でもバスターがパパにやり方を教えてあげる。ペナルティキック。バスターがシュート、決めた。そんな、パパバス大丈夫。ふう、大丈夫。今度はバスターがキーパー。パパは絶対に決めるつもり。おっと、ボールが高く飛んでっちゃった。見て、消防車のアッシュとママだ。バスターは2人を試合に誘うよ。いい考えだねバスター。バス対トラックの試合開始。バスターがボールを持ってる。アッシュが奪って、ママがシュート。外した。あらら。バスターに他の考えがあるみたい。なんだろうね。アッシュとバスターがチームになってる。子供対大人だよ。どっちが勝つんだろう。アッシュから始め、パパがボールを取った。でもアッシュがタックル。アッシュがバスターにパスして、バスターがゴール。さすがバスター。完璧なチームワーク。パパとバスターは家まで帰るよ。二人はとても疲れてる。見て、ママバスだ。バスターはパパにバイバイって手を振るよ。でも見て、バスターはパパにサッカーボールをあげてる。練習しないとね。